目覚まし時計をかけられるようになった舞。早速成長しましたね。私の母なんか、打ち出した方が早いっていうのが口癖だったからよくわかります。忙しくて、家事のお手伝いはありがた迷惑って感じでしたね。めぐみさんも子供の頃、翔子さんから同じように言われて育ったはずなのに、自分の子供たちには、自分のことは、自分でするように諭さず、代わりにやってたのは、日々が忙しすぎて自分でやった方が、早いと思ってしまったかも。厳しく育てられた人は、自分の子供には甘くなることもあるし、子供って、親の顔色見てしまうんよね。だからやらなくなるのかな？舞は、失敗を恐れずに、自分で何でもやってみる子になってほしいです。ジャム作り。失敗しても、今の舞のことを否定するのではなく、少しずつ自立心を促していき、舞だけではなく、両親やハルトにまでも影響を与えるという、翔子さんの高等テクニックですね。ジャムが、瓶にうまく入れられて、それを、満面の笑みで見守る翔子さん。それだけでうるうる。いい朝になります。めぐみまるってのに、翔子さんの気持ちが現れているような。ハルトですけど、舞以上に、繊細な感じがしますね。性格が歪んでいるわけじゃないのよね。多分だけどね。そんな気がしました。